旧期メンバーの福村瑞希です。モーニング娘。20周年企画思い出ディクショナリレー、今回が最終回になりました。昨年の2017年9月14日にモーニング娘。は20周年を迎えて、たくさんの先輩方との交流がありました。一期メンバーの皆さんと愛の種や、モーニングコーヒーの 20th アニバーサリーバージョンを出させていただいたり、あとは先輩の皆さんにこうコンサートのステージに立っていただいて一緒にパフォーマンスしたりとか、こうゲストで出ていただいたりと、こう本当にいろんな交流ができて、改めてこうモーニング娘。20周年の重みを感じましたし、こうして今メンバーとして入れることにもとても幸せを感じています。こんな素敵な20周年を迎えられたのも応援してくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。さて、最後に選んだキーワードはモーニング娘。です。それではメンバー一人ずつ自分にとってのモーニング娘。はどんな存在かを一言で表していきたいと思います。はい、はい、まず私森立咲はモーニング娘。は憧れのような存在で、こう自分にとってもこうずっと憧れ続けたいものでもあり、こう昔からずっと憧れ続けていたものなので、それはこれからも変わらず、自分がモーニング娘。になった今でもこうずっと壊したくないものとして、これからもモーニング娘。を憧れ続けていたいなっていうふうに思っています。はい、続いて私横山玲奈にとってのモーニング娘。は、家族のような存在です。私は今モーニング娘。に加入して2年経たないくらいなんですけど、もうモーニング娘。に自分がいることが当たり前のような存在に、当たり前のようになっていて、みんなでその意見を出し合って一つのパフォーマンスを作ったりするところが私は大好きです。はい、私にとってのモーニング娘。は自分の生活を支えてくれる存在です。私の人生にモーニング娘。なくしては絶対にこの生活はありえなかった、そんな存在です。はい、私原茜にとってのモーニング娘。は一番好きな自分でいられる場所です。こう大好きなモーニング娘。にいる自分っていうのが私の中で一番好きな自分なんですけど、そんな大好きな自分でいさせてくれるモーニング娘。に感謝して、もっともっとモーニング娘。にいろんなことで貢献していけたらいいなと思います。はい、私牧野マリアは自分の人生を捧げたいって思うのがモーニング娘。です。私はどうしてもモーニング娘。が大好きで、どうしてもモーニング娘。に入りたいと思って入ってきて、モーニング娘。の牧野マリアだから今が生かされていると思います。はい、私の中にとってモーニング娘。は very important な存在なんですよ。important っていうのは、まあ、大切な、大事なっていう意味なんですけど、そのモーニング娘。の時にこうできている思い出、メモリーとかは本当にインポーテントだと思うんですよ。もうこう全て私の人生にとってもインポーテントだし、その思い出もインポーテントだし、本当にインポーテントだ。インポーテントね。そうなんです。はい、私小田さくら一言で表すと誇りです。自分がもう自分の人生においてモーニング娘。でいた期間は誇りだと思いますし、日本の誇りになるようなアイドルでいたいなと思います。はい、佐藤真咲にとっては卒業するまで夢の中、なんか夢の中にいる時間なんですけど、その例えば夢って言ったら叶えたいものとかも込められてるんですけど、その夢を叶えられるか叶えられないかはもう自分次第だけど、その夢を見ている時間だなって思います。私石田ゆみにとってのモーニング娘。は魂です。こう普段の生活の中で魂っていう言葉を使うことはモーニング娘。じゃなかったらないと思うんですよ。確かに魂を込めて歌を歌うとかパフォーマンスをするっていうのはモーニング娘。に教えていただいた感情なので、その魂っていう感情はこれからも大切にしていきたいと思います。はい、私飯窪にとってモーニング娘。は自分を知る場所です。自分が好きなものとか、例えば歌、ダンスだけじゃなくってラジオのお仕事とかも好きだったり、こう何ですか、雑誌のお仕事も好きだったり、そういういろんな好きを知れる場所だなって思います、はい、私生田絵梨奈にとってモーニング娘。とは、必要としてくれるところですね。学校とかに行ってたら
多分本当に必要としてくれる人って多分ほとんどいないと思うけど、うん、モーニング娘。だからここの部分を支えてほしいだったりとか、なんかこの子がいてよかったっていう風に思わせてくれるような場所がモーニング娘。だと思ってます。私福村にとってのモーニング娘。は夢から現実へと変わった場所です、やっぱりモーニング娘。って生まれた時からあるので、うん、夢のような存在で自分が入れるなんてとてもじゃないけど思っていなかったのに、今こうしてこうメンバーとして活動しているしリーダーだしっていう、その思っても見なかったことがこう現実へと変わったのがモーニング娘。なんじゃないかなって思っています。ということで、モーニング娘。20周年企画、思い出ディクショナリレー、最後のキーワードは、モーニング娘。でした。これからも、モーニング娘。が未来へ続くように、頑張っていきますので、引き続き応援、よろしくお願いします。以上、モーニング娘。ワイドでした。